Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei nächster Episode und nicht auch die Folge bei Pirate Warriors, One Piece Pirate Warriors 3. Wir sind letzte Kapitel, Episode 4, Punch Hazard. Wenn habe ich richtig ausgesprochen. Hoffe ich ja. So, und jetzt wir spielen wie immer mit Raffi. Segel setzen. Einfach habe ich... So, aha. So, Punch Hazard. ギョジン島の危機を救った麦わらの一味は灼熱と極寒の地に分かたれた謎の島パンク狭間。やがてスモーカーは島内で謎の研究所を発見。対峙するスモーカーとロー、ローはルフィに海賊同盟を持ち、しかしシーザーのガスガスの身。やがてことの全部ドフラミンゴはジョーカー、ルフィとローは Entschuldigung, die Verspätung, Vego. Caesar, Vego. Leiter von G5, okay. Kein Problem, wenn beginnt das Experiment. Ich kümmere mich. Moment, das Movie Deal. Money. Sofort. Hm? Oh. Freiheit! Also, wenn das passiert als nächstes. Smoker ist auch dabei. Was passiert, wird es schon lange entschieden. Die Shaki. Bin mach. Was? Bitte mach die Keller los. Ich tue alles, was ihr sagt. Redet kein Scheiß. Tashigi. Hängst du so sehr am Leben, dass du sogar von Piraten rumkommandierst? In dieser Situation würde ich sogar auf keinen bitteln. Wenn ich jetzt sterbe, sind alles meine Untergebene der Tod gewandelt. Das Mädel ist definitiv die Klüger. Wir setzen uns bald fort. Diese Schnappe wird Caesar. Alles klar, jetzt let's go. Rund, jetzt rund. So, jetzt, diese Folge kämpfen wir gegen Caesar. Also mit unserem Smoker Tashigi auch dazu und auch Low. Und Sanji irgendwo in gesperrt. Läuft. Passend ist also, es wäre so ein besiegender Caesar, aber in einem Fall wurde gefangen. Jo. Lass das Spiel beginnen. So. So. Was geht um dieser Teaser? Was er ist? Er ein Forscher, sage ich euch. Der Forscher will ein Experiment machen. Der Experiment heißt Smiley. Und der Caesar arbeitet für euer Info für der sehr böse Wicht
wenn wir gegen im letzten Episode kämpften, also nächste Folge, das ist gegen Don Flamingo, wenn ihr kennt ihn. Er hat einen Vogel verrückt und der will alles zerstören. Jetzt gehen wir zu dieser Episode, zu der Smiley. Der Smiley ist ein マスター、まもなく作業完了します。ああ、その作業が済んだらそこを離れなければ危険だ。離れられればの話だな。ああ、トラブルです。なぜか扉が閉じてしまって、部屋から出られません。なぜかじゃねえ、俺が閉じたんだ。ヒュロロロロロ、お前たちは実験台第一号だ。光栄に思え。さあ、生まれてこい、殺戮兵器死の国。島の景色を一変させちまえ。ああ、数がもう、なっけ。シュロ、シュロロロロロロロ、やったぞ、成功だ。灰のようにまとわりつくガスは全身を一気に麻痺させる。この施設に侵入したのが運の尽きだね。貴様も死の国の実験体にしてやる。シーザーに狙われてる奴らを脱出させろ。
時間がね、急いで脱出させろ。
Thank you.
これで終わりだ。ベルの3。やっと思い出したか、あるべき上下関係を。クソガキ。そう思ってろってことだ。いつまでもその椅子に座ってられると思うな。お前ら聞こえてんだ、ジョーカー。エルゴはもう終わりだ。シーザーは麦わら屋が仕留める。つまり SAD も全て失う。いつものように高笑いしながら次の手でも考えてる。だが俺たちはお前の笑みが長く続くほど予想通りには動かない。へへ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 、生きがってくれるじゃねえか、小僧。大丈夫か、ベルゴを切れさせてやしねえか。昔覚えてるか、どうなった。お前ベルゴをぶち切れさせて一体どうなった。
お前のぶった切り能力でもこいつの覇気は全てを防ぐ。立場、実力ともにお前はベルゴにかなわねえ。頂上戦争から2年、誰が何を動かした？あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言ってたな、手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。シャッターを閉めろ。部下どもが巻き添え食っても構わない。施設内全域に火の国を流し込んでやる。俺の能力で味方を脱出させる。お前ら、俺を援護しろ。我が優秀な部下たちよ、急ぎ管制室を取り戻してくれ。大体集まったか。今から俺の能力でお前たちをここから逃がす。トロ、俺は逃げねえぞ。当然だ。後の始末は残った俺たちでやる。白領屋はどうする？俺も残る。
G5、 お前ら先に行って船の準備をしとけ。スモヤンが残るなら俺たちも残る。逃げ遅れた仲間がいるかもしれねえし、あんたらの逃げ道も確保しとかねえと。バカ野郎、仕方ねえ、無茶すんじゃねえぞ。話は済んだな。さっさと終わりにするぞ。おう、シーザーをぶっ飛ばしてやる。シャンブルズ。あとはシーザーだけだ。俺たちの目的はシーザーの誘拐。ぶっ飛ばすのは構わない。必ず捕らえろ。この島の何も分かってねえんだ、麦わら。半端な気持ちで首突っ込んじゃ命が持たねえぞ。ローは SAB に手を出した。 SAB はあのドン・キホーテ・ド・フラミンゴの持つ工場でスマイルというゾーン系の人造悪魔の身に変わる。力を求める誰もが欲しがる果実、やつはこのスマイルを使い新世界で取引をしている。あいつこそが新世界の闇を仕切る男。武器、兵器、やべえものにはみんなあいつが絡んでる。ド・フラミンゴは悪の火種、あらゆる闇の大物たちと通じてるんだ。大物
ちが動き出せば、お前らなんかひとたまりもねえレベルさ。お前、こいつらに喧嘩売る度胸あんのかよ。そんなもん、いくらでも売ってきた。この神経に働きかける速度たるや、もはや芸術。おい、どこ行く麦わらのルフィ。急に腰が引けたが、みっともねえ男だ。だがもう、この島に逃げ場など残されちゃいねえんだよ。お前、俺の部下にしてやっても。グリズリーマグナム、イゴゼルラ。おい、麦わらや、ここは急いで離れるんだ。シーザーを捕らえた以上、すぐに追っ手が来るぞ。そうなのか。よし、わかった。宴だ。おい、海兵が海賊と慣れ合ってていいのか。停戦で、兄貴。ロー、お前麦わらを利用して
何を始める気だ。利用ね。どっちが利用されてんのか。俺はこれからグリーンビットに向かうつもりだ。さあ、麦わら屋の一味は俺の手に負えるかどうか。